大里中一郎大里中一郎8月明治31年6月7日は日本の実業家。品の国派軍西名群最上村の旧家、藍沢家に生まれ、松城藩主の大里中右衛門の養子となる。過労の佐田桜山に抜擢され、母親戦争にも従軍し、大垣で岩倉智貞に松城藩の教巡を申し出、東山道鎮部軍の官軍。 岩村隆都氏を上田に迎えた。戦後に藩主の真田美幸民より小天六二十六国を賜った。松代藩産物会所に関係し、明治維新後は松代商法者の役人となった。また、廃藩地県に伴う、士族受産として製紙業に着目し、明治5年に開業したばかりの藩営富岡製糸場を視察の末、 同7年に西条村六高地赤に六校舎を有志ら7名と共に設立した。富岡製紙場に助行を派遣して技術を練習させた。それまでの座ミ沢製紙を転換し民間発の蒸気機械を導入し、自ら同性の製紙用機関や蒸気機械を製作、設備改善を進めて製紙技術の発展に努めた。同11年には長野県御用係となり、 長野県営製市場も経営、また、共振会や、博覧会の審査員も務めた。同13年最上村古町の傍ら、キード直輸出商社同心会社の設立に参加し、輸出にも貢献した。同22年には、農商務省の食卓により、イタリア、フランス両国を巡視し、大日本農会委員に任じられた。明治十一年に没し、百二十四年に、 15位を依存された。ありがとうございます。